はい、皆さん、こんにちは、タイゴン TV ようこそ。ちょっとですね、仕事で疲れてから家で休むのもまあいいかなって最初は思ったんですが、ちょっとね、一人でブラブラ旅行に行って、そういう旅行先で農業のね、勉強でもしながらでもいいかなというふうに思って、今日はですね、木更津の、クルックフィールズというね、農場に来ております。はい、ここは以前にね、2019年か2020年あたりにも一度ね、一人で来たことがあるんですけれども、友人と今度は来れたらいいねなんて、そんな話をしていたんですが、やっぱりそういう人間関係っていうのもね、ちょっと面倒くさいよっていう、そういうふうに言われたのもあって、やっぱりその、3年後ぐらいの今回、また一人で来ることになりました。で、今回はスマートフォンのバッテリーのね、交換もしたことで、スマートフォンの持ちもちゃんと確保できた上で、まず来れたこと、動画撮影もちゃんとできているっていうこと、ね、あとは仕事もちゃんとつけていたっていうことで、ちょっとマフリカもさらに一層成長した姿で、また来れたなというふうに思っております。はい。で、このクルックフィールズには携帯の充電ができるコンセントがついているカフェも隣接しているということで、今回充電コードまで持っている僕はですね、非常にバッテリーの持ちが悪い携帯を持ちながらでもですね、助かるようなできている、そしてまた高速バスでできている、そして高速バスでまた帰れるっていう意味において、全然前とは違う様相で、今回いい旅をねする機会を迎えられたので、これはやっぱり仕事をしていて、やっぱりいろいろ力がついてるっていうのはきっとそれもあるんでしょうね。皆さんにはだからその感謝しないといけないですね。本当そう思います。ありがとうございます。なんか以前来た時にはブランコなんかなかった気もしますし、あと屋台のね売り場なんて出てなかった気もしますが、今回はねそういう新しい景色も同時に見ることができました。で、これから僕はカフェに入って携帯の充電をしながら、ちょっと時間を過ごしてからですね、ちょっとできれば食事なんかもそこで取って、で、帰りの午後3時40分のバスに、間に合うように帰ろうかなというふうに思っております。はい。で、またね帰ったら立川のね地元の方々とまた分かち合うような、そういうお話ができたらいいなっていうふうに思ってます。それは実際にお会いするっていうのもいいんですけど、多分僕はシャイなんで、携帯で写真を送ったりとかですね、こんな感じだったよっていう、そういうメッセージを送って、で多分終わるというふうに思いますけれどもね。で、今日もちょっと朝とかは雨が降っていて、で雷雨って呼ばれていたんですけれどもね、一瞬ピカッとしたんですけれども、その後天気はね、曇りにうまく落ち着いたりして、ね、ちょっと晴れの天気も垣間見えたりすることもあって、一度でここ三度おいしいというかね、そんな感じの素晴らしい、景色に恵まれて非常に嬉しく思います。はい。で、夏ね、以前は、ちょっとね、タイゴンね、立川に、戻るにあたり、まだね、高速バスで帰ろうと思ったんですけど、ちょっとね、バスが間に合わなくてね、ちょっと僕は帰りはね、木更津駅まで歩くことにして、
そこからね電車で帰ろうというふうに思います。で当初想定したよりかもね帰りもきっと遅く、なりますので、大変ではあるんですけどね、で今回ねこうやって動画にすることが、できたんで、木更津のクルクフィールズも非常に満喫できてというか、その元が取れたなっていう感じがします。でちなみに僕が木更津クルクフィールズでいただいた料理はですね、卵かけご飯をいただきました。そこもね木更津クルクフィールズのこだわりの卵とねご飯を使った非常に高級な、メニューになります。440円でした。はい。でそこでカフェとレストランがあるんですけど、そこの中でね携帯も充電しましたので、帰りもね順調に行けるかなっていうふうに思っております。本当にお世話になりました。ありがとうございます。で帰る頃にはね天気もすごく快晴に恵まれまして、非常にクルクフィールズお客さんもいっぱいねカップルとか親子連れで来てたんで楽しめましたね。僕も一緒にこうイベントこそねなかったものの一緒に楽しめる、そんな感じのねいい雰囲気でした。はい。クルクフィールズのスタッフさんが丁寧になんていうか帰りの便をね用意してくれよと僕にしてくれましたが、それはね一人で行くんで大丈夫ですというふうにね言ってやったんですけど、でも案の定僕ねバス間に合わなかったですね、帰りのバスね。だからいっそのことお願いすればよかったのかなとか思いながら、とぼとぼと帰りはね木更津駅まで遠く距離がすごいものの歩いて帰るってことになりました。はい。僕のこの素直じゃないところがねまたちょっとねまだまだ前途多難なところがねあるなっていうふうに感じましたけれどもね。でも生理について悩んでいたその件については、旅をしている最中にいやちょっとぐらいだったらいいやってちょっとぐらいね自分の出したものが戻ってくるぐらいだったらいいじゃないかって思えたからこそ、旅もねこうして楽しく始まりを迎えたり終わりを迎えることもでき家に帰れるわけですよ。ですから消化エネルギー、レベル4の、タイゴンのこの木更津クルクフィールズの旅リベンジというのはですねぼちぼちうまくいったんじゃないかなというふうに思っておりますのでね。じゃあねこの辺で楽しかったレポートを終わりにしたいというふうに思います。ではねご視聴ありがとうございました。よければねチャンネル登録グッド評価等もよろしくお願いします。では失礼いたします。